はまずバブルのメカニズムについて解説していきます。パカパカ、うまちゃんこと馬淵まりこです。よろしくお願いします。今日は皆さんからとっても質問が多い、バブルってどうして起きるんですか、今バブルなんですかっていうご質問に対してお答えしていきたいと思います。この動画ではまずバブルのメカニズムについて解説していきます。そして現状がバブルなのかどうかっていうところについても解説していきます。そして今後未来どういうふうになっていくのかという未来についてもお話ししていきたいと思います。さて、バブルはなぜ起きるのか、こちらのスライドをご覧ください。こちらですね、日本のバブルとリーマンショック、そして今回の3つを比較した図になっています。で、バブルはなぜ起きるのか。バブルというものは、気管の中に生まれて、会議の中に育ち、そして楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていくというふうに言われているんですね。なぜバブルは起きるのかというところで、こう12のカテゴリーで分けてみました。危機であるとか恐怖、それに対して金融危機、財政政策を行い、その中で過度な楽観が生まれ、そして投資が行われるようになっていく、さらに株価の予想というものがすごく高めに設定される、こういうふうな中で最後はバブルが崩壊していく、こういうふうな流れがあるんですね。実際に日本のバブルを例にとってみましょう。危機とか恐怖のところなんですけども、1985年にプラザ合意というもので、円高の方向性に世の中がシフトしたんですね。これに対して円高に触れてしまうと、日本というものは輸出企業が多いですので、非常に経済のダメージが大きいんですね。そこで、円高恐怖症という危機とか恐怖に直面しました。そこで日本は国として金融政策、財政政策を行ったんですね。当時としては史上最低の金利を導入したりとか、大規模な公共投資を行いました。このあたりどうでしょう？今と同じような政策をとっていますよね。ですので、危機に直面したことによって国が対応していく。その中でたくさんお金が市場に回っていきますので、非常に過度な楽観というものが出てくるんですよね。そして日本のバブルでは、投資対象としては不動産であるとかゴルフ会員権にまで広がっていった、そういうふうな背景があります。さらにはですね、バブルの正当化として、土地の含み益で物事を考えていくというような状態にもなっていたんです。そして当時のことを、先輩から伺いますと、本当に投資が盛り上がっていて、誰でも株式投資をしているようなムーブメントが起きていたようです。そして日経平均が10万円だっていうふうな予想も出てきていました。で、非常に相場であるとか不動産がこうバブルになってきていたので、日本政府としてはこれでは過熱感がありすぎだというところで、利上げを行ったわけですね。金融を引き締めたわけなんですけど、それをきっかけにバブルが崩壊してしまったというような背景があります。そして今回2020年を比較しますと、コロナという危機に直面して、感染の恐怖に私たち直面していますよね。この危機とか恐怖に対して国がですね、金融政策とか財政政策を実際行っています。その中で給付金が支払われるなどして、今投資対象として ESG 投資であるとか、脱炭素と言われるような環境に対する投資も盛んになってきていますよね。そして日経平均も4万円というふうな目標も出てきているように、少し過熱感があるように見受けられます。ただ実際にこの先バブルとして崩壊していくのかどうかっていうのは、まだまだ見えないような状況になっているというのが現状です。こちらのスライドを見ていきたいと思います。で、私たちが今どこに立っているのかっていうのを改めて認識したいと思います。相場というのは4つのサイクルで循環していって、この循環は一方向でこう逆戻りとかはしないんですね。4つの相場サイクルをご紹介したいと思います。1つ目が金融相場、2つ目が業績相場、3つ目が逆金融相場、4つ目が逆強制相場というふうに、この4つのサイクルになっています。で、今私たちがいるのはこの金融相場、一番上のところにいます。で、どういうふうな特徴があるかというと、景気は悪いですね。で、悪いのであれば国が大規模な金融緩和を行っていきましょうというふうなスタンスです。で、それを受けて株価が非常に上昇しやすいのがこの金融相場なんですね。この相場の特徴としては、景気が悪いのになぜ株が上がるんだろうとか、バブルじゃないのかって、こういうふうな論調が出やすいのがこの金融相場なんですね。ですので、まさに私たちはここにいるというふうな状況です。
ただしこの金融相場の次は業績相場と言われる相場に移ってきます。この相場の特徴は景気が良い、少し良くなってきている。じゃあ良くなってきているのであれば、先ほど行っていた金融緩和を中立の方向に持っていきましょう、弱めましょうっていう風な相場になっていきます。株価としては緩やかに上昇していくような時期が続くという風なイメージです。で、特徴としては例えば業績相場なので、企業業績が回復していく中でそれに伴う株価上昇という風な相場になります。例えば企業業績が今年は 50% 回復するという風になった場合、株価も一緒に 50% 上昇するわけではないんですね。業績相場は 50% に対して10から15% ぐらいの上昇になってくるというのが業績相場です。ですので金融相場よりは業績相場の方がこう緩やかな株価上昇が続くというふうなイメージになってきます。そして3つ目、逆金融相場です。こちらは景気が良くなってきた、じゃあ良くなってきたんだったら今まで行っていた金融緩和を引き締めに移りましょうというふうな時期になっていきます。あまり金融緩和を行いすぎていますと景気が過熱感が高まっていくので、それは良くないので、いずれこういうふうな時期に入ってくるんですね。で、金融緩和をですね大幅に引き締めますと株価は当然下落しやすくなっていくというような状況です。肌感覚としては企業業績も景気もいいのに株が上がらないなっていうふうな状況になってきます。そして4つ目が逆業績相場です。こちらは景気も悪いし業績も悪い、そして株価も下がるっていうふうな循環になってきます。こうなるとまた1に戻って株価も業績も悪いので金融緩和を行おうというところで1番に戻ってくるというふうなサイクルになっています。歴史的に見てもこれを循環して回っていて、現在はこの1から2のところの狭間ぐらいにいるかなというふうな認識です。そう考えますと今すぐに株価が大きく下落するというような状況ではなくてですね、この業績相場の間はしばらく株価が緩やかに持つというふうな認識で大丈夫かなというふうに見ております。それではまとめ、馬のポイントです。今日は皆さんと歴史から紐解いてバブルのメカニズムについて学びました。そして相場には4つのサイクルがあるということです。そして現在は今どこに立っているのかというところをお話ししていきました。ここまで学んできたことを考えれば、今すぐに大きな株価が下落するというわけではないという未来についても紐解くことができました。いかがでしたでしょうか。ぜひですねコメント欄に、こういったところをもっと詳しく話してほしいとか、良かった点などいただけましたら嬉しいです。そしてチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。